はい、どうも。キープオンリーワンラブ FK です。先ほどはお見苦しいところをお見せしました。始まってることに気づいておりませんでした。はい、すいませんでした。ちょっと部屋が暗いんですけども、ちょっと気にしないでいただけたらありがたいです。ということでですね、今日はちょっと軽く雑談をやっていきたいと思います。雑談ってほどのことでもなかったラインとは思うんですが、ちょっとタバコ吸いながらお話ししようかなと思ってるんですけども、はい、まあ、とりあえず前置きはいいんでやってみます。じゃ、とりあえず今日吸うのは、久々に買ってきました赤丸です。皆さん、赤丸のパッケージ変更されるのをご存知ですか？ですね、一応上のビニール、こういう感じでついてたんですけど、取ったらこんな感じになってました。多分これも、ビニール剥がしたら、上のビニール取ったら、新しいパッケージになってますね、これ多分。ちょっと待ってくださいね。あ、やっぱりなってました。ビニールが、に、古いパッケージが印刷されてて、その下は、新しいパッケージになってます。こんな感じ。このパッケージ私はあんまり好きじゃないですね。前のこのパッケージがやっぱり好きだったので、ちょっと残念ですね。では、丸ボロ吸ってみます。上の、パッケージの質感ももちろん変わってるんですけども、上のこの銀紙のこの質感も変わってますね。私、だいぶ久々に、赤丸吸いますが、何ヶ月ぶりだろう、1ヶ月半ぶりぐらいに、赤丸吸いますね。最近ちょっといろんなタバコをコロコロ変えてたので、本当に久々に赤丸吸います。薄くなってる気する。これ多分フィルター変わってますかね。ちなみにですね、フィルターのとこに前丸ボロって黒で入ってたんですけど、今薄く入っ、あの黒じゃなくて薄く分かりづらく丸ボロって入ってますね。で、これ私の個人的な感想なんですけども、フィルター変わってるかもしれないです、これ。こんなフィルター硬かったかなっていうのがありますね。大体パッケージ変わったら、パッケージ変わるときに、事前にお知らせが入るんですけども、パッケージが変わりますとか、パッケージが変わっても、タールチニコチンチ、味は変わりませんとかって入るんですけども、大体変わりますね。これ私の 個人的な、意見っていうか、個人的な感想なんですけども。味も変わる気がするんですよね。アメリカンスピリットも、ボックスからソフトに変わった時に味が変わったような気がするじゃないですか。変わりましたね。もっとなんていうんですかね、甘みがあって、こう喉に来る感じがあったんですけども、ソフトパックの製品が全部ボックスになると同時にですね、その喉に来る感じが、もともとボックスだったレギュラーもなくなってますね。あ、でもしっかり丸ボロの味はしますね。苦味はありますね。やっぱりいいタバコです、マルボロは。なんていうか、こう新商品出しますよみたいな感じの告知が出て、
あ、出るんだ。タバコ行ったらサンプルもらえるかなと思って、タバコは行くじゃないですか。もらったサンプル、みんななんかマイルドセブン、あ、今メビウスですね。メビウスと同じような味がするんですよね。っていうのもあってか分からないですけど、新商品あんまりそうと思わないんですよね。あ、もちろん新商品って言ってもあれですけど、ピースは例外でしたけど、あれすごい美味しいタバコでしたね。ただちょっと高いかなと思います。あれは。では、そろそろ消します。なんか雑談とか言っときながら赤丸のレビューっぽくなっちゃいましたね。はい、ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。